何です？これ先生に差し上げていただきたいんですけど。ダメですよ。あ、先生言ってましたよ。なんて？いえね、今度の今北海道行けるのは嬉しいが、顔ぶれが少し新潟すぎる。映像、帰宅しようか。はい。石田。はい、帰宅しよう。あ。先生はそのままで結構と思いますが。臨時なんだからって略式でいいってわけなもんでもないだろう。ああ。師匠、やっと日程表を作ったんですが。おお、そうですか。おお、だいぶおしまいの方ですね、釧路は。あ、函館を最後にしたんで、どうしてもそういうつもり。何かあるんですか、釧路に。だいぶご出身のようですが。いや、別に何でもありませんよ。名人ご清金おいとこおい。お父さんよ、相変わらずの名調子よ。本当にいい声ね。本当ね。声が良くて、押し出しが立派だ。で、まだ独身なんだから不思議ね。お一人かしら、そうは見えないけど。都合がいいようですか。ああ、そうですか。いや、承知しました。じゃあ、どうぞ。5時とすると、釧路へは昼頃かな。師匠、釧路にはどなたか特別なお知り合いでも。どうして。いえ、その、大層気にしていらっしゃるんで。8年ほど前に一度いたことがある。
の日に東京を飛び出してしまって1年半ばかりいたんだが、まあいわば若い時の恥をさらした土地さ。飲み回ってるわけ。驚いたでしょ。酒を飲むのに訳も一番もあるもんか。どの一六でもない。旅のカラスだ。ごまかさないで少しはしっかりしてもらいたいわね。ことぶき座を背負って立ってた鶴丸さんじゃないの。こだてるない。都合しよう。常さん、勘弁してくれ。本当のとこダメなんだ。出る気がしないんだ。鶴丸さん。お父さんは来ませんでしたかしら。いえ、旦那はこちらではお見かけしませんでしたが。この頃、ずっとお出にならないんですってね。お酒あんまり召し上がると毒よ。さあ参りましょう。どうしたんです。飲みに行かないんですか。さあ行きましょう。農場と牧場の方は山田に一員してありますから。ことぶき座のことですか。初めの一年ばかりは妙なものが転がり込んできたと思ってましたもんね。何しろ芸人の世界には暗いですからな。いやいや、そこまではまだ。では一つ山田とご相談に乗せて。西の580番。何か用だったか。新町のおばさまが。そのことか。小屋探しに行ったんだって。珍しいじゃない。だってお父さんもこの頃よくおやりになるらしいので。どうだった客席。言いませんでした。それよりお父さま、私のことをおばさまにご相談なさったんですって。いや、相談というわけじゃ。いや、これなんだよ、私の言うことを何でもかんでも聞かなきゃならないと
お前は思い込んでいてはいけないと思ったね。嫌だわ、私におっしゃってくださればいいのに。ああ、もしもし、もしもし、君だ。はい。あ、山田に電話して今晩遅くともうち来るよ。はい。どうもお待たせして。いいえ。ねえ鈴村さん、今日という今日は私すっかりお嬢さんに感心しましたわ。あら、おばさま何のこと。鈴村さんのお嬢さんは優しいおとなしい方だと世間で言ってますけど、それだけじゃありませんわ。おばさま本当にしっかりした考えを持ってらっしゃる。ちょ、いいじゃないか。だっておばさま大げさにおっしゃるんですもの。鈴村さん、あなたはお幸せです。お嬢さんにはお父様の立場がよく分かってらっしゃるんですわ。私の大久保さんのことなんですけど、大久保さんはこの鈴村家の家と事業の後継者になる人なんですから、お父様にはお父様の考えもあり期待もおありになる。鈴村さんが大久保さんの腕をどんなに信頼してらっしゃるか、お嬢さんそれをよくご承知なんです。そうですか。そうですか。ぐたらはひでえな。第一、我々飲み仲間の温度は鶴さんが取ってるんじゃないか。だから誰のことも言ってしない。自分が嫌なんだよ。鶴さん、鶴さん、これなんだ。ありがとう。おかげで本当に助かった。おや、少しはいいかい。おかげでどうやら。おう、それはよかったな。でも無理して感覚があるしね。お前のつもりなんだよ。でも鶴さん、お前さんも今困ってる時だから。いいんだよ、困ってるのは早くまだ。お帰りなさいませ。お客様お待ちになっていらっしゃいますよ。また補強源の脇かな。いいえ、男の方ですよ。男お帰ってきたな。お前さん何が気に入らないんだ。いや別に何も。だからね、こんな年のことだから、これでお人さんにお見せする経過というのがあるよ。いくらもね。今日はこれ。しかしさ、だからといって付き合うのが嫌だな、なんのっつっちゃね。常さん、そしたらそんなつもりで言ってるんじゃありませんよ。だろ。しかし、どうしてなんだい。今日はこれ酔っちゃいけなかった。ね。常さん、これ見てごらん。お前さんの紋付きと袴、受け出してきたんだ。常さん、これはみんな旦那のお情けだ。旦那鈴村、その紙包のもので義理の悪い借りを始末をしてしっかり芸を励んでくれと、そう私は旦那に言づかってきたんだ。そうですか。常さん、芸でしくじったら死が言っても幅が利かねえが、器用が芸じゃないよ。器用でやるのが芸だと思ったら落ち芸だ。どうしたんだ。バカに塞ぎ込んでどうしたんだよ。常さん、楽屋でお嬢さんにばったりお会いしたら、近頃怠けているそうだが前飲んだら毒だと言われて、今日はなんだか酒が喉を取らなかったんだが、どうしてお嬢さんはそんな私のこんなことなんて知っていなさるんだよね。いや、お前さん、寿座の一枚看板、片桐三平こと大中堅鶴丸だ。お嬢さんだっておとぎ話のお年目様じゃなしさ。
何意にも入るよ。それに鶴さん、お前さんのお得意のまたたびもな、お嬢さんもことのほかご新規だからね。そうか、またバカに固いこと言うもんだ。休んでいく。そいつはカモメだ。ミヤコドリなんて。旦那の親分ミヤコドリ。人数は確か11人。三五郎の顔の色が変わる。佐川きざしの栗。左の手にてしかと握る。立ち上がらんとすればお城が。お前さん、サンちゃん、お前そんなもの持ってどこ行くんだ。話せ、話せお城。夜があってしておる。夜立ち休んだらまた来て飲み直す。おい、俺は夜立ちして帰ってくるまでてめえこの今から出ちゃいけねえぞ。この今から一寸でも寝たら叩きっちゃうぞ。いいか、立ってろ。トン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 。驚いた。色男なんて錠前の代わりになるものかしら。表へ出らなくなっちゃったよ。笑いながらにかのお城、手酌で飲んだよ好きな酒。何を？あれ知らないんですか？お嬢さんが聞きに見えてましたぜ。お嬢さんが？嘘つけ。嘘なもんですか？このとこ？鶴さん、鶴さん、旦那のお見えになりました。いやー、鶴さんやっぱりいいな。久しぶりに楽しませてもらった。いらしたんですか？いやいや、それにまたもう色く出てるもんでも、鶴さんなんかは大変な喜びだから、本当にこうだと張り合いが出ます。いやいや、どうだ鶴さん、たまにはいっぱい付き合わないか。あ、もう今夜暇なんだろ。旦那、あっちも一つお供を。せっかくですが、実は今夜仲間の勉強会がありますので。鶴さん、一晩ぐらいいいじゃないか。何しろ私が先に立ってやってるもんですから。そうか、そりゃ勉強だな。休んだらみんなでいっぱい飲んでくれ。鶴さんに頼んどくから。ありがとうございます。いつも心にかけていただきまして。
いえ、ちょうど取り合わせて幸いでした。どうも。あ、その辺までお送りしましょう。すみません。さあ、参りましょう。あら、鼻緒が。いや、大丈夫です。歩きにくいでしょ。私が、大丈夫よ。私にだってできる。いや、本当にいいです。もう大丈夫ですから、ここで失礼します。ちょっとでも気を寄りになって、君やお父様に。はい。さんならどんな世界でどんなお仕事なさってもきっと立派になさる方だと思うんですけど、他のことって別につまらない芸ですけど、なんとかして。そんなにはね。そうですわね。今お客さんが来ていっぱいやってるんだ。ちょ、おっぽさん見えてるよ。鶴丸さん、それはしかし大変でしたな。私本当にお嬢様のことが心配で怖くて怖くて。いや、待ってる。どうも。鶴丸さん、これほんの少しだけど、まあ一杯やってください。え、いや、これは、いや、本当の心ばかり。まだ存じ上げませんが、こういうものをいただくわけには。ああ、鶴さん、そんな固いことは言わなくたって。まあ、納めておけよ。まあ、本当になんだったな。まあ、いっぱい行こう。ああ、トシヤ、お酒。はい。鶴丸さん、田中商事から勧誘に来ませんか。何の。いつかの夕別の方の山ですよ。ちょっと面白いと思うんですがね。ああ、あれは君と一つ相談した上でと思っていたんだ。
どうもこのところ忙しくって、例の骨粉肥料のことでちょっと大阪行ったわけにはならないし。相変わらずお忙しいですな。お嬢さん、臨月年のいいのがあったんですがね。まあ、気に入ってくださるかな。まあちょっと見てください。まあ素敵。お気に召しましたか。聞くねと思い出したが、一度お嬢さん料理行きませんか。愉快ですよ。それはいいな。連れてってもらいなさい。そうか、レーベ山がそんな言うもらすると、あんたに一つ骨折ってもらおうかな。やりましょう。あれは有望です。皆さん、私はお先に。どうしたの鶴さん。まあいいじゃないか。あ、大変ごちそうになりまして。ではごめんください。まあ鶴さん、それは納めて。鶴丸さん、どうぞ。あ、いえ、せっかくですけど、それはいただけません。お返しします。本当にお立派なお支度ですこと。お待たせいたしました。お嬢様すぐお帰りになると思いますが。おじさん、お客様よ。お客様誰？知らない。お母さん？お母ちゃんお使い。女の人よ。女の人？また起きたの？ねえ、いないと言ってくれないか。おじさんいないって。お留守？そう。
とあんまりファッとしないようだな。こういうものは。今だな、やっぱり常さん、ここは鶴丸だよ。鶴さんの南洋節だよ。そうなんです。鶴丸が一枚入って、お箱の三つ四つ、とっかいしっかい。一体、この、どうしてんだ、鶴丸は。実はそれなんですが、ここのとこ、一月半ばかりに。鶴さん、しかしあの鶴丸がわけもなくそんな。そうなんです。様子見たいというもんですから、私もその気で旦那にそう申し上げたんですが、それから、どうも。誰か添え死。旦那、怒らないでください。お嬢さんにも黙っていてください。お嬢さんお気になったらびっくりなさるんです。何で、タネさん。鶴丸はお嬢さんが好きなんです。え？鶴丸が血を？いや、タネさん、バカな子ですよ。とんでもない一人相撲でさ。いや、タネさん、それは本当かい。鶴丸だって身の程を知ってますから、口に出しちゃいやしませんがね。不倫な男です。そうか。鶴丸はそんなことがあったのか。本当のお嬢さんには黙っていてくださいよ。お嬢さんを気になったらびっくりなさる。でもなきゃ呆れて笑い出すでしょうよ。チオ、どうしたんだ。別におかしいことないじゃないか。だってお父様ったらバーチューケン鶴丸をどう思うかなって突然おっしゃるんですもの。売中券鶴丸に行けなかったら片に賛否。あら、それ何。鶴丸の本名だよ。片に賛否。っていうのに勝手にのこのこ上がってきちゃ困るよ。あら、私これ持ってきたのに。なんだよ。ほら、いつか私が下手に出してあげた着物。おー、こんなものあったのか。それだろ。え、これ私の。でもいくらなんでも。いいから遠慮すんな。まあもったいない。せっかく私が。さっきも断ったじゃないか、いないって。さっきって。私さっきなんて来ないわよ。あ、よしこちゃん、昼間来た女の人ってのはこの人だろ。え、違う。違う。うん、園児の羽織着てた。園児の羽織。あ、わかった。誰。あ、いや待てよ、わからねえな。何言ってんの、勘違いよ。登れてバカ見ない方がいいわよ。アキちゃん、何を言うんだよ、余計なこと。どうしたんだよ、鶴さん。え、どうしたんだ。翔太郎、お前も帰ったらどうだ。帰ってくれ。出かけるんだろ。出かけるんだったら一緒にさ。かけるもんか。さあ、何でも帰ってくれ。帰れたら、帰ったらどうだ。帰るよ。
ってもしょうがねえな。変わりますよ。小太郎、明日もんだ。ちょっとお邪魔していいかね。ええ、少し相談があってきたんだ。どうぞ。長い間休んだり勝手なことをいたしました。ああ、そんなことはまあいいさ。鶴さんはこの土地に来てもうどれくらいになるんだ。ああ、かれこれ1年半ばかり。ああ、早いもんだな。例の小路山で押し通して、まあ、20日間も客足が落ちなかったのはあれは確か。あ、そんなこともありました。何しろこの土地の人は何やびしって言わ、鶴さんの。あ、どうぞもう古いことはおっしゃらないで。なんだよその古いことというのは。お前さん大体いくつになるんだ。あ、え、お前さんは大体そのこれからの人じゃないか。ねえ、私には芸のことはわからないが、何もやったって同じことだ。ねえ、若いうちに苦労しないと本当の芸人になるわけがない。一番大事な時だ今。どうだ、初めからやらない人にいつもやらないか。東京に出てもう一度磨き直してるつもりはないか。これはな、まあ少ないが、まあ二次旅して東京で二月やる月、目安のつくまではまあ暮らしの足しになるつもりだ。私にもし息子がおって今の鶴さんのような羽目に落ちたら、まあ、そう思ったぐらいは人事とは思えない。旦那すいません。いや、これは人の噂だから知らないが、鶴丸はどっかの娘さんが好きになって自分で自分を持ち上げて、もしそれが本当であったにしても私はそんなことは悪いとは言わない。で、そんなことで一生不倫するとしたら、男の命はどこにあるんだ。男の面目はどうなるんだ。しかも、その娘には決まった人があるというじゃないか。そんなことで記憶さらしてどうするんだ。若いうちに迷ったり記憶さらしたり、くすぶってたら男に生まれた甲斐がないじゃないか。心を引き締めてやり直してくれ。男になってくれ。旦那、ありがとうございます。分かってくれたの。はい、よく分かりました。やってみます。やり直してみます。そうか、しっかりやってくれ。は、旦那、たった一つのお願いがございます。何だ。旦那のおっしゃるそのどっかの娘さんに一言おっしゃっていただきたいんです。どうか幸せにお暮らしになるよ。ああ、よし、分かった。え、そんなことより鶴さん、しっかりして何が何でも立ち直ってくれ。は、はい、ありがとうございます。最前より膝の上に手を置いて来ていました。キラにして思わず前に進み寄り、勘弁の手をばしかと握る。何を数えりゃ三年後、お前と俺が協定になる時に、生まれた時は別
死ぬときゃ一緒にしようじゃねえかと言った言葉を忘れたか。おめえは伊勢の侠客で、これは海道自慢じゃないが長きてよ、キラの二吉は男だぞ。おお、おやう、待っとくね。なんだ、改造人の名前を書くんじゃあるめし。お茶なんざ縁起がある、よしとるね。やもし、年は若いが、俺はてめえの親分だ。俺のすることに卒があるで、下がっておく。墨すり流し、筆をとり、墨たっぷりと踏まれて、さらさら書いた見下り半、女房菊を手元に呼んで、お前と俺と夫婦になり、まだ半年になるけど、生まれついての気ままな俺の。町ね、もうそろそろ終わりだから、今のうち北海道ともせいぜい名残惜しんでおくんだわね。辛いこともあったけど、嬉しいこと、感激したことの方が多かったわね。ご案内しましょう。どちらです。いや、いいんです。ちょっと寿座っていく山で。寿座、それは今晩慰問やっていただくってことですか。いや、慰問は工場でやるんじゃないんですか。はあ、いいえね。寿座っていうのは 3,4 年前に変わりましてね、実は今私どもの工場になってるんです。寿座が工場に。鈴村さんは。鈴村さん、いや、私はまだ新しいもんで。そうですか。ではちょっと失礼します。鶴丸が。ええ。おう。旦那、旦那の分は肝に銘じて。いやいや、あなたってそんなこと言われちゃこっちが困る。どうも。ね、しかしまあ立派になってよかった。まあいろいろ新聞やなんかで噂は聞いておったが、まあ陰ながら喜んでおったよ。ありがとうございます。まあしかし早いもんだ。あれからもう。足掛け8年になります。さっき寿座を述べてまいりましたが、随分変わりましたね。うん。で、今東京の。あ、下屋に住んでおります。子供も 2,3 人いるんだろう。子供はまだ。まだか。そうか。もう何年になるんだ。いや、嫁さんもらってから。は。2,3 年。旦那もご送検で。いや、ありがとう。お嬢さんも。ああ、千代も達者でいるよ。もう立派なお母さんに
あんなすったでしょうね。うん、ああやってるよ。鈴村さん、課長さんが待ってるんですけど、お調べできましたか？ああできております。ああすぐ行きます。いや晩まで暇なんだね。あの連れさんと話でもしながらゆっくりしとってくれ。あっ、ね、どうもそのうちに帰ってくるから。相変わらずどうも忙しいな。連れさん、あと頼むよ。鶴さんと久しぶりでいっぱいやりたいから。ええ、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。けど常さん、正直驚いたよ。何がです？ことぶき座が工場になっていようとは夢にも思わなかった。まったくですよ。けど旦那はことぶき座を手放したのは。手放したって？ええ。いや、あの工場っていうのは旦那がやってるんじゃないのか？ええ、旦那は事務の方の係長で、言ってみりゃ白社員です。え、バカな話ですよ。旦那は不運な方だ。それよりかお嬢さんがおかわいそうですよ。立派なお母さんにも何にも、婿さんは一年半ばかりで飛び出してしまって、それからこの土地にはいなさらない。またそれはどういうわけで？あの大久保という婿さん、別に悪い人間のはずはないが、でも一つ持って生まれた山木がえらく強くってね、漁場をやっちゃしくじる、相場に手を出しちゃ失敗する。ほう、あの人が。そうかね。ねえ、旦那はお気に入りのもこさんのことでもあり、つい込みつい込んで、とどのつまりはことぶき座まで手放してしまったんです。うん、それで？とうとう本人は飛び出してしまって、何でも城崎の方へ流れていった挙句の果て、そこらの女と一緒に暮らしているという噂を聞いたのはもう4年も前のことです。そうか、そうだったのか。で、お嬢さんは？それからずっと縛りが丘の牧場で働いておいでなさるんです。働いてる？ひばりが丘っていえば、うん、昔はやっぱり旦那の牧場だったんですよ。驚きになったでしょ、突然こんなところに。でもこちらにおいでのことは新聞で分かっておりましたわ。そうですか。旦那にお目にかかってまいりました。父に？そうですか。旦那も随分お変わりになりましたね。町の様子も随分変わりましたわ。お嬢さん。お嬢さんは、いや、お元気で何よりでした。ありがとう。あなたも時々ずっと噂しておりましたのよ、お祭りの晩お怪我なさったことなど。牛に会話をやる時間ですの。では失礼します。旦那もお待ちになってますから。そうですか。じゃあ私もできるだけ早くありますから。帰りなさい。尾形君はちょっと出かけました。そう、今夜の今は確か6時からだったな。はい、潮の出は7時半頃になるでしょう。
じゃあこういうところにいるから時間が来たら呼びに来てくれ。はい、鈴村さんというタグですね。頼むよ。はい。鶴丸さん、またお出かけね。一体どこいらっしゃるんでしょう。さあ、わかりませんね。あら、無責任よ。門に遅れたらどうするつもりなんだろうね。いや、師匠に限って決してそんなことありません。ねえ、吉田さん、鶴丸さんまだ一人もんだって本当？ちょっと信用ならないわね。私もそう思うんだけど。いや、本当にまだお一人です。ほらね、やっぱりそうでしょ。私は勝ったわね。私もちょくちょくお付き合いしてるんだが、いまだに独身とは全く不思議だな。ねえねえ、鶴丸さんにご面会の方よ。鶴丸さんをお迎えに来たんですが。あら、たった今お出かけになりましたわよ。出かけと行き違いになったかな。あの、あなたこの土地の方ですの？ええ、そうなんです。じゃあ前から鶴丸さんはご存知なんですのね。常吉のやつは相変わらずおしゃべりだな。いえ、私が無理からいろいろ気出したんです。おお。牧場行ってお嬢さんにもお会いしてきました。おお、千代に。本当のことをおっしゃってくださらなかった旦那を。いや、それは悪かった。隠すってそんなつもりはなかったんだよ。旦那。なんだ改まって。お願いがあるんですが。お願い？あ、旦那にこの土地から引き上げていただきたいんです。引き上げる？どうするんだ。たかが駆け足の芸人に大したことはできやしません。でも旦那やお嬢さんにご不自由はさせません。お願いです。私のところへ来ていただきたいんです。このわしに情けをかけにくるよっていうのか。情けをかけるなんて、そんな。常さん、常吉、まだ帰ってないのか。常吉、酒持ってこい。ただ私はこれまで男にしてくださった旦那に恩返しがしたいんです。一生懸命恩返しの真似事がしたいんです。バカ、何が一生懸命だ、何が恩返しだ。このわしを恩返しを待ってるような人間だとお前は思ってるのか。今の我々親子が気の毒に見えるのか。かわいそうだから引き取ろうっていうのか。いえ、そんな。わしは工場で働いている。千代は牧場であんなことをやっている。家屋敷も何にもかも手放してこんな裏たぬき貧乏暮らしはしている。だからってお前の目に気の毒に見えたらとんでもねえ了見違い。今の旦那にとやかくなんて。ただ私はお前はわしに意見する気か。8年前をお前に東京入りで芸を見上げとわしは言った。だが生意気になってこいとわしは言わなかったんだ。すぐ帰ってくる。お父さん、さっさとも帰れ。奥さんにおなりになったお嬢さんに何とお祝いの言葉を申し上げようと実はみちみち考えやがんで、正直私は辛かったんです。だが私は思い返した。お嬢さんの前でお祝いの言葉の半分でも言えたら私はどんなにさっぱりするだろう。重荷を下ろしたようにほっとするだろう。それが何かこれまでの私の半生の折れ目切れ目になって新しい道が開けるんじゃないか、そんな気がして出ない勇気を出したもんでした。鶴丸さん、鶴丸さん、お迎えの方が。ああ、そうだ。もうそろそろ時間だそうです。では
お嬢さん、旦那によろしくおっしゃってください。思いがけないことを聞かされます。なんだ、鶴丸さんはまだ一人もんなんだ。え？まだ一人。ええ。皆さんもそう言ってましたが、甥事の吉田って方が正真正銘はっきりそう言ってました。ええ。おお、そうか。やっぱりそうだったのか。お前前から鶴丸が好きだったんじゃないのか。遅かったね。自分で自分が分からなかったの。分かったときはもう。根岸の師匠にお会いできるかもしれませんね。根岸の師匠に？どうして？これですよ。なるほど。13、14、2日間か。違ってご無沙汰ばかりしているが、師匠なら何とか相談に乗ってくれるんだろう。そのお前さんの誠意が今となって先方に分かってもらえなかったら、鶴さん、お前さんの立場がないな。本当恩返しなんて取引じゃない。早い話が国定中尉と日光遠藤さん、真心と誠意のぶつかりなのよ。お前さんの誠意が分かってもらった上で、そこは男の度胸で言ってみるんだ。お嬢さんを私の嫁にいただきたい。その方がさっぱりするじゃん。男らしいじゃないか。先生、お時間です。ありがとう。それさ、君に切り身を打ってもらうの久しぶりだったね。僕らまあ、鶴さん、ここは一つ考えようじゃないか。お粗末を一席申し上げます。上州国定の貸元が古文を連れずただ一人高崎の城下を歩いていると、向こうの方で大きな声、日本一の旅人が捕まった、顔が見てえな、面が見てえなと聞いて忠義はびっくりした。忘れちゃすまぬ、ちょうど今から俺が16、まだ若田をしている。
崎街道というとこで乗ってくれたお客さんがヤクザになる仲たちになれ解いた一枚横にして安倍かし並べて秋の手もこれが立派な形である人と生まれたかいあって親子をこうしなさいよと意見いたしたのにならず莫大お金をくだされた俺はあの時大地に使う量の手のありがとうござる旅の人ご恩は死んでも忘れはせぬと家が息子を笑い出し恩返せというおじゃねえなただ一言も頼むとおじゃ、おじゃ日本一はい、釧路までの切符を取ってもらえないかな。釧路まで。そうしますとみんなは東京へ帰ってくれ。もう一度寄りたいんだ。お嬢さん、お嬢さん、鶴丸さんが函館からしっかりしてきますよ。え、私もこれから駅まで迎えに行くんですが、お嬢さん、私も行こうかしら。ええ。